どこに嫌がるんだ田所。いた。もう探したわよ岩坂くん。何をしてたの？現実に帰ったらすぐ仕事に戻れるようにと思ってね。こっちにいる間に向こうで何があったか新聞のマイクロフィルムを調べてたんだ。ふーん、役に立つ記事は見つかった？いや、6年前までの現実の記事は揃ってたけど、それ以後はメビウスのどうでもいい情報ばっかりだったよ。よくできたコピー世界だからもしやと思って来てみたんだが、片手落ちだな。そうでしょうね。そっか、エイジは後から入ってきたからまだ説明してなかったっけ。メビウスには現実を思い出さないようにファイアウォールがかけてあるんよ。何年か前の情報が閲覧できるならここのもバグだね。ふん、おかしくないか。じゃあどうしてみんなアストラルシンドロームのことを知っていたんだ。ああ、そのこと。アリアがナルコちゃんのスマホのファイアウォールを解いて現実のネットにアクセスできるようにしてくれたのよ。今メビウスからタイムリーな現実の情報を調べられるのはナルコのスマホだけなはずだよ。ほう。これ知ってる。ひどい事件だったよね。アイドルの女の子がファンに顔をバットで殴られて自殺しちゃったやつでしょ。正しくは地下アイドルってやつだな。犯人は無罪放免になったようだね。そんな。弁護士が優秀だったんだろう。いた。あなたが来たの？はあ、ずいぶん面倒くさいことをしてくれるじゃないの。今度は4対2よ。立場逆転ね。人質取ったり仲間を連れてきたり、せこい女ね。世界一優れた女が聞いて呆れるわ。こいつらは手下よ。あんたなんか私が相手をするまでもないってことよ。じゃあ3対2じゃない。世界一なのに算数もできないの？あ、なるほど。世界一愚かな女か。納得。ことの子、怖いよ。くっ、相変わらずベラ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 。この妖怪口先女。何それ、口先女とかけたつもり？小学生？私綺麗って聞いて回ってるのは自分じゃない。訂正するわ。世界一愚かで幼稚な女ね。うん、納得。カタルシスエフェクトじゃ人は殺せないそうだが、そのまま息ができなくなったらどうなるんだ。心を病んでるんだろう。
うだうだ絡んでこないで、おとなしくままごとしてればいいじゃないか。邪魔はしないよ。だから君も僕の邪魔をするな。わかったか、口なしさん。黙れ。アリア、リミット解除ってやつお願い。うん、あんまりこれ頼りになるのも不安なんだけど。カタルシスエフェクトオーバーローズ、ガーおう、こいつはいい。さて、忠告はしたぞ。うっかり死んでも自分を恨むんだな。これがカタルシスエフェクトオーバードーズ。結構きついわね。さっさと終わらせましょう。この万能が心地よい。お前たちでこの力試させてもらうぞ。行くわよ。行くぞ。覚悟して。行くわよ。行くぞ。巻き込んでごめんね。最低な人生のさ。なかなかやるじゃないか。こんなところで。行くわよ。ひざまずきなさい。今すぐここで。強いわね。あら、また一段と完璧になってしまったわ。うるさい女だけならこんなことには。貴様覚えてろ。待って、エイジ、琴の逃げよう。ええ、ちょっと分が悪いわね。私のあまりの美しさに、あの口先女、尻尾巻いて逃げ出したわ。口なし。くそ。何よ。あの男とかなり訳ありみたいだね。私の勝利に水を差さないでくれる。興ざめだわ。あー疲れた。お茶はないの？お茶。守備はどうだったの？貴
帰宅部には逃げられたけど、ラガートは随分勝ったよ。そう、もう帰っていいわよ、ルシード。本当何者なのよあいつ。さあ、何者かしらね。敵か味方か、私はそれが楽しみなのよ。